パブロ・カザルスは、スペインのカタルーニャ地方に生まれた、チェロ奏者、指揮者、作曲家。カタルーニャ語による、フルネームは、パウ・カルラス・サルバドー、カザルス・イ・ダ・フィリオ。チェロの近代的奏法を確立し、深い精神性を感じさせる演奏において20世紀最大の、チェリストとされる。 有名な功績として、それまで単なる練習曲と考えられていた、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ作、無伴奏チェロ組曲の価値を再発見し、広く紹介したことが挙げられる。早くから世界的名声を築き、ヨーロッパ、南北アメリカ、ロシアなどを演奏旅行して回った。指揮者フルト・ベングラーは、チェロ奏者としてのカザルスへ次のような賛辞を残している。 パブロ・カザルスの音楽を聴いたことのない人は、弦楽器をどうやって鳴らすかを知らない人である。カザルスは平和活動家としても有名で、音楽を通じて、世界平和のため積極的に行動した。カザルスは12歳で、バルセロナの私立音楽院でチェロを学ぶことになるが、ホセガルシアから教授されたチェロ奏法に当初から違和感を抱き、独自の奏法の追求を始めた。 当時のチェロ奏法は、両肘を両脇につけるという窮屈なものであった。この状態で、右手は手首を持ち上げ加減にして、前腕だけで弓を扱い、左手は、指の間隔を広げずに滑らせて、音程移動させていた。このような奏法は、ヨーゼフ・ヨアヒム一門による、バイオリン奏法を機械的に模倣したものと、考えられている。カザルスは、右手を、 脇から自由にして、弓による表現性を広げ、左手も脇から離し、指の感覚を拡張させて、同じポジションで半音広く弾くことができるように改良した。この時、カザルスは、アンリビュータンやウジェーヌイザイなど、フランコベルギー派のバイオリン奏法を参考にしたとも言われる。これらの奏法の確率には11年から12年を要した。カザルスは、 自身では、双方革命とか改革という表現は使っていない。名義性ではなく、あくまで音楽的な完全性を目指すために必要だったと述べている。この双方の改革がなければ、20世紀のチェロ、無伴奏作品のほとんどが作曲されることはなかっただろうと言われる。この理論の初期の実践者に、ギレルミナ・スッジアがいる。カザルスの演奏は、 シャープ記号の音が半音より高く、フラット記号の音がより低い傾向があると指摘されたり、音程が不正確で現代と比べれば、技巧的には、全時代的などと批判的に指摘するものもいる。しかしカザルスは、音程も、表現の手段であり、同じ音階でも上昇する時ときと加工するときでは、異なる音程を取る必要があると語っている。したがって、 カザルス自身はそのことを十分承知の上で、表現上あえて音程をずらしていたのである。カザルスは、スペイン内戦が勃発すると、フランスに亡命し、終正フランコ独裁政権への抗議と、反ファシズムの立場を貫いた。このことは、ナチスドイツに迎合する姿勢を示していたコルトーとの、決別、カザルス三重相談の解散へとつながった。また、 スペイン内戦を避けて1939年にプラドへ移り、第二次世界大戦後の1945年に演奏活動を一時的に再開するが、各国政府がフランコ政権を容認する姿勢に失望し、公開演奏停止を宣伝する。この間、多くのチェリストがカザルスのレッスンを受けるためにプラドを訪れた。 この時期カザルスに指示したチェリストに、モーリス・ジャンドロン、アンドレ・ナバララ、日本人では、岩崎幸、佐藤義雄、平井武一郎、上田信二らがいる。1950年代後半からは、アルベルト・シュバイツァーと共に、各実験禁止の運動に参加した。1947年。 バイオリニストのアレクサンダー・シュナイダーがカザルスを訪ね、アメリカでの演奏を申し出たがカザルスはこれを断った。手ぶらで戻ってきたシュナイダーは、カザルスと親交があるミエチスラフ・ホルショフスキと相談した。カザルスを引っ張り出すのは無理でも、音楽家がカザルスのところへ集まれば、演奏会は可能だと判断し、1950年、シュナイダーは、 アメリカコロンビア社の資金協力を得て、プラドでカザルスを音楽監督としたバッハ音楽祭を開くことを提案し、カザルスの説得に成功した。プラド音楽祭の誕生であった。音楽祭の模様はコロンビア社によって LP 録音された。プラド音楽祭は1950年から毎年開かれたが、コロンビア社の資金難や移行。 カザルスたち演奏家同士の意向が衝突するなど、次第に運営が困難になっていく。1957年に、カザルスがプエルトリコに本拠を移して、以降は、この地で、カザルス自身が音楽祭を開催した。1960年からは、カザルスは、ルドルフ・ゼルキンが主催する、マールボロ音楽祭に参加し、演奏家、指導者として、オーケストラを指揮。 録音するようになる。この時のマールボロ音楽祭には、日本人ビオリストの今井信子や大ーボの鈴木、製造も参加している。カザルスが、カタルーニャ民謡鳥の歌を演奏し始めたのは、第二次世界大戦が終結した1945年と、言われる。この曲には、故郷への死母と、平和の願いが結びついており、以後、カザルスの愛想曲となった。 1971年10月24日、カザルス94歳の時に、ニューヨーク国連本部において、私の生まれ故郷カタルーニャの鳥は、ピース、ピースと泣くのですと語り、鳥の歌をチェロ演奏したエピソードは、伝説的で、録音が残されている。1996年に55歳で病死した、日本のチェイリスト徳永金一郎が、死を目前に、 ホスピスの小コンサートでこの曲を弾き、生涯最後の演奏とした。弦楽器の名器といえば、筆頭に挙げられるストラディバリウスだが、カザルスは、自分には、もったいない、自分には合わないと言って使わず、マッテオ・ゴフリラーが、晩年の1733年に制作した楽器を愛用した。カザルスの没後 このゴフリラーを対応されたチェリストに、アントニオ・メネセス、アンヌ・ガスティネル、アミット・ペレドがいる。その他、カザルスコンクール優勝者のチェリスト・オンツァイ・チャバも、ゴフリラーを愛用しており、現代のカザルスとも評されている。音楽がわかる、世界地図 P741957 年から1961年にかけて、カザルスに支持。カザルスは、 ニューヨークでの会見で、平井こそは、我が後継者となるだろうと述べた。愛に生きる、才能は、生まれつきではないキャンベル、227ページ。音程に関するカザルスの考えは、カザルス・ザ・アート・オブ・インタープリテーションや、現代チェロ奏法に詳しい。ただし、戦後1958年に行われた、ゴルドーの引退コンサートには出演し、ベートーベンのチェロ・ソナタ第三番を、 コルトーのピアノで演奏している。ブダペスト弦楽四重相談の一員でもある。なお、一部は、ペルピニャンで開催された年もある。MP3、NHK、日本天平最後のコンサートあるチェロ奏者の詩。ありがとうございます。